反射鏡を利用して天体観測をする91センチ反射望遠鏡1959年に製作された国産初の1メートル級の純カセグレン望遠鏡です1950年代は天体の明るさを測るために1メートル級の望遠鏡を作ろうという風潮が国際的に高まっていました日本では不可能と思われましたが現在のニコン 日本工学がさまざまな費用を自己負担し、3年半の月日を費やして、ついに完成しました。制御台を操作すると、望遠鏡の本体が上を向き始めます。力を入れる必要はないようですが、動きに時代を感じますね。今度は望遠鏡本体が左に回っています。 これも制御台のハンドルで操作していたんですね。この望遠鏡、大口径望遠鏡の第一号機。大口径にすることで、光を多く取り込むことができます。この九十一センチ望遠鏡も、最初の頃は天体の明るさの精密な測定と。 その時間変化を捉えることを目的として利用されていましたコントロール H と書いてあるハンドルをぐるぐる回すと望遠鏡の本体が動き向きが変わりますこの望遠鏡、高さはおよそ5メートル総重量はおよそ6トンありますそして1月25日 完成式が行われました。望遠鏡は大きな作業小屋に収められていますが、もちろん制作のためのもので、この後、岡山にある観測所に運ばれます。関係者による完成式、背後にあるのは望遠鏡の設計図でしょうか。 望遠鏡の説明に移りました男性が多いように見えますね真剣に話を聞いています完成した反射望遠鏡は岡山天体物理観測所に設置されましたこの望遠鏡、さまざまな観測に用いられ成果を上げてきました大勢の人が望遠鏡を囲んでいます しかし91センチ反射望遠鏡は一般的なカメラでは映すことができない光を撮影できるカメラに改造され2015年度から無人の自動観測に従事していますこのカメラのようにオートフォーカスがうまく機能し良好な画像が得られるカメラは近赤外線ロボット望遠鏡と呼ばれています日本でも早い時期に使われ始めたもので 今では北の天域を観測可能なのはこのカメラのみです改造後のカメラは現在も国立天文台の岡山分室に置かれています2018年度以降は外部から募った資金で運用を続けています 政策から60年以上経った今も形は変われど現役です。